谷のギムレットが武豊騎手と札幌競馬場で再会。2002年のダービー馬谷のギムレットオス24が22日札幌競馬場内の牧場ガーデンに登場した。営業先のヨジボベルサイユリゾートファームから移動して大勢のファンの前に姿を見せた谷のギムレットは元気いっぱい。大きな稲垣でもファンを喜ばせる場面もあった。札幌競馬場の公式ツイッターではレースを終えた武豊騎手が谷のギムレットの馬房を訪れた写真をアップ。馬体はまだまだ若いねというコメントとともにツイートしている。谷のギムレットは2001年8月5日に札幌でデビュー。翌2年のダービーでは武豊騎手とのコンビで1番人気に応えて優勝している。キムジーと 5G の再会。共に東大のダービー体感最高齢。友道さんが若い。この写真の後さらにダービー3勝を重ねる鞍上の恐ろしさ。たっけ、馬体はまだまだ若いね。キムジー、君も若いの王ってまだ現役なの？谷のギムレットと王か。父と娘のもう二度とないかもしれないほどの偉大な親子。いつまでも元気で、娘の分まで長生きしてほしい。また会おうな。こちらは競馬情報チャンネルです。あなたの持っている競馬知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてください。他にも競馬予想に役立つ情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。